1年ぶりですよ。1年前も来たな。言ってちゃうよ、ここから始まったみたいなもん、ね、最初はね。ここはまだ空いてないんじゃないの、さすがに。ラクスタですな。ラクスタ、春日はあんま関係ないと思うけど、ばっくり春日のパロディやってたやってたけど、京都アニメーションで同じっちゃ同じだけど、長門のセリフ、長回しは手抜きなのだろうかって言ってたけど、その制作あんたらやろ。駅からまっすぐドーンと行って左に曲がったとこにもう5分10分ぐらいでね、神社があるんで、とりあえずじゃあまず神社に行きましょう、神社に行きましょうか。あの当時ぐらいでだってようやくアニメが認知されてきて、声優さんがもうイベントに出るようになったぐらいだから、走りじゃないかな。でも走りぐらい、アニメイベントみたいなのそんななかったし、まさか武道館でイベントやるとは、ね、やるとは思わなかったしね。斬新だったんじゃない、中の人が出てくるっていう。ラジオもアニメ始まる前からだよ、ラッキーチャンネルやってたけど、あれ今となってはだいたい声優さんがラジオで出てるけど、ラッキーチャンネルに関してはあれキャラクターラジオだから、ある程度キャラクターとしての立場で2人ともやってたじゃん、アキラ様と。こうでもね、ラッキースターはいろんなね挑戦的なのが多かったから、全部新しいことやってたから。そうだね、ここがほら鏡の家の、そうそうそう、一回倒れちゃってね、新しくなったんで真っ赤ですけどこのね建物がイベントとかで平井さんたちがねバイトしてた。アニメの聖地っていうのが流行ったのも大体このぐらいからね、走りぐらいだもんね。ほらちゃんとここに、ああちゃんとここにもありますから。ああ今ラッキースター同年代ぐらいしか多分知らない。最近のだってね、高校生とかラッキースター見てないでしょ。でもね、改めて見るとね、めちゃくちゃ面白い。改めて見直したけどさ、これ正月に見る分にはめっちゃいいよ。全然いいや、何回でも見れるからでたまにね、あの鏡の姉妹たちの喧嘩とかちょっと暗くなったりとかさ、どなたのお母さんのあの短い尺でさ、すげえ感動するんだけど。あとだってラッキーチャンネルが最後入ったりとか、やっぱエンディングが毎回違う感じだったりとか、最初ねカラオケでね始まって、うまいよね、キャラクターたちがカラオケに行っててみたいな流れで、まあ、カバーソングっちゃカバーソングだけど、今だとさ高木さんとかがさエンディング変わって、毎回カバーソング歌ってる、歌ってる。ただカバーソング歌うんじゃなくてカラオケに行ってるっていうね。でも後半白石さんの実写っていうだって歌もさほとんどさ白石さんの作詞作曲可能から白石さんが作曲みたいなのをやってて、ラッキーチャンネルの中でも曲を披露する。福原香織さんがエンディングでウェディングドレスを着て、あったね、それからっていうので作ったカオリンのテーマがあって、でラジオの方でカオリンのテーマはあるんだから、その相方の加藤エミリーさんのエミリンのテーマはないんですかと、じゃあエミリンのテーマも作りましょうっていうのでエミリンのテーマも作ってたからね。じゃあ神社行ってから橋を、OK です。とここでさね、あの鏡ウォークを、鏡を恥ずかしい正月だってみんな参拝客がいいのやってたね、やらなくてもいい。じゃあとりあえず一回中を見に行きましょう。はいよ。あ、ちょうどここじゃない、狛犬がちょっと、ね、大晦日にねコミケ帰りに鏡たちは働いてたけど、しんどいあれしんどいよあれ有明まで行って朝早くにそんな後家の手伝いで鏡たちマジしんどいあれ。鏡たちだって大晦日に巫女のコスプレするじゃんって、コスプレって言うなんてエマですよ。ちょうど1年前、約1年前に動画を100本出すみたいなことを書いた覚えがあるような、ね、それは達成できたね。それはね一応ね一応達成。どこに帰どこに連れてたんだっけ、あれ探してみましょう。みんなラキスタ書いてるもんな、すごいな、上手やな。ラキスタじゃない、ラキスタじゃない場合もあるけど、この辺に関してはちょっと関係ないんですな。スローループとね、黄色モザイクとゆるキャン、黄色モザイクとゆるキャンじゃあこれで鏡とメイドラゴンとなんかいろいろと混ぜてきてね。あれこれだこれだこれだなあ場所を探してたらないなと思ったらまさかこんな囲われてるとは。でもここからだから2人がねこっちの賑わってるところを見てたんだよね、結構でもね正月明けはね賑わってるんですよ、多分この辺の人がみんなここに初詣に来るんだろうなという、ね、ということでね、今は見つからないし多分あれ定期的に外してるんだろうね。とりあえずじゃあね橋に行きますよ、橋に、ここのちょうど橋がよくね鏡たちが通ってる橋ですよ。明後日のね日曜日にね、あれは所沢、所沢イベントがね行きますから、ラッキーチャンネル再来ということで、誰が分かった何年前だと思ってんだ、なんで今のタイミングで
列なんでこの辺で崖下の住民票万博までこれ行ったんですよ、上海万博で。すごい、2010年で11年でも、うん、毎年でも400万人以上ぐらい、このくらい来てたの。これ3万人ぐらいしかいないんだから。だからこれがいつ年だろう、15年あ、でも結構最近までイベントが、そうそう、ね、18年、ちょうどコロナが始まる前で、ね、神社の鳥居がね、ずっと倒れちゃったの。初月のお盆の頃、近所の人がみんな草取りに来て、神社の10時頃一休みしてたら、これが突然崩れ落ちて、あとそれなんかはね、みんなね、あのファンの人が、やってくれた。上手。あ、すごい、これファンの人が作ったやつ。あ、そうなんだ、これ全部すごい。毎年のように来てたんだけど、コロナが始まってからこのくらいちゃって、子供さんがね生まれて、最初こう一つずつ毎年ロックしてたんだけど、同じ人が、じゃあこれ、そうそうそう、この人が滋賀県の人なんですよね。毎年、来てたんだけど、一つずつ置いてったの。4年目ぐらいか、結婚することができましたっつって、これを4枚くらいずつね、で、来なくなっちゃったから、コロナのせいでね、多分そうだと思うんだよ、小さい子供さんついてくとね。滋賀県からはちょっと遠いかもしれないですね。こういうふうに広まってきたら、大学の大学生なんかが結構来てた。この実は大阪部さんって人がこれをやってる人なんだよ。ああ、これ。この人はこの大学の方に勤めることになったんで。先生やってる。そう。その他にもね、大学の先生が多いんで。この人もそうなんだけど、当時は北九州の大学の先生だったんだけど、その後今度。私ここに行くことになったんですって。あの法政大学の大学院の方にね、ここに勤めてるよね、勤めてるよね、教授に。毎年のように生徒を 7,8 人連れてきてた。先生が、ね、やっぱりコロナになっちゃったら来なくなっちゃって、やっぱり移っちゃまずいってんで、あれだろうけど、でももうちょっと落ち着いたらまたお祭りがやるかもしれない、ね、このコロナがね収まってくれば違うかなと思って。なるほどね、すごい時はね、朝のね一番の5時25分っていうのが始発なんだけど、まんさか降りてきてね。まだ正月のあれは元日か、あの時なんかすごかったよね。一番で降りてきた人ずらーっと並んでて、何か嫌に騒がしいなって言ってた。このところにずーっと並んでた。みんな始発できてたんだ。そう、こっちへ泊まって込んでんだよね、東京は、ね、ああなるほど、地方の人は。そう、大丈夫、取っといたんだ。何年前に見てもらったのがいいと思って、ちょっと見てください。ありがとうございます。ファンブック。それはね、占いで一冊だけ買った方がいいなと思って。2008年。2007年に。10年以上前。すごい。あ、ちゃんと場所を、あ、すごい再現度。さっきの人が。見せた方が書いたんですよね。すごい。すげえ。個人でこんな。だからまた、そのうち本人が来ると思うんで。人になった。増やして、印刷してもらいたいなと思って。こっちは特に大学生にね、人気があって、ほら、卒論だな。ああ、かっこいいね。すいません、ありがとうございます。いろいろ見せていただいて。気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。でも、駅のちょうど前にね、お店があるんでね。もう来た人は、来た人は寄ってもらって、ぜひこのマップもね、買ってもらって、ちょうどよかったですな、ほら。ああ、いいですな。じゃあ、この後はちょっと、カスカベに行きますよ。カスカベと言ったらクレヨンしんちゃんですから、こっからが遠いんですよ。こっから学校まで行かなきゃいけないですから。これじゃないよ、これじゃないね。あ、これより先と歩いて多分30分ぐらいするんじゃないか。それはとりあえずね、行かなきゃいけないんでね、行きましょうか。この建物がほらちょうどここでしょうか。ほらここがちょうどそうですよ。入れないけどね、駅から遠すぎる問題がありますけど。絶対バスで行ってこうよ。調べて絶対バスで来た方がいい。一回バス停を探そう。どこのバス停、あれバス停はどこにあるのやろ。入試の時にハンカチ貸してくれたっていう。そう。で、ここのバス乗って帰ったのかな。で、みなみちゃんは家の車で来てるからみたいな。で、ちょうどこのバス停のとこだろうね。あ、なるほど。なるほどね。ちょうどいいですね。うん。まあ、カスカベといったらクレヨンしんちゃんだよね。佐藤ここの稼働は有名ですから。ちゃんとこうね、なってんだね。クレヨンしんちゃんに。うん。すごいね。いいじゃない。ほら、白がいますよ、ちゃんと。
桜タウンがありますから日曜日行きますよ、日曜日今度行きますよっていうのと、ここ行かなかったっけ、これ川越でしょうね、川越、これはあの恋するアステロイドの聖地ですよあなたがね見てくれれば聖地巡礼に行けますから今度だからここの聖地行ったらいいのね、あなたに見てもらって、これ何回知らないアニメですようつむいた先にも見上げてる先にもアニメート大宮がね、こなたたちがよく来てたとこなんですけど、まあ元々あった場所は違う、アニメで出てたアニメートはもう移転してこっちに来てますよってことでね、アニメ店長アニザーメイトがいた場所、いつまで持ってんだこれいい加減にしてくれ食べる機会失ったよいい加減にしていつまで持ってんだこれ、でもラッキースターって言ったらこれでしょ、これね、ドドドリルドドドドドリル、この後はね日曜日の、はい、日曜日ラッキーチャンネルのイベントに行きますよ、はい、ということで東所沢まで来ました、はい、ね、この後所沢桜タウン行きましょう、はい、ゴー、これがリコリスリコイルのお菓子の家っていうところでコラボやってたらね、だから千里派でしょ、どっちかというと、まあ、どっちかというとそうかな、あいつよくないよでも絶対滝田のちょっと融通は聞かないけど、融通聞かない怒ったら一番怖いの多分こっちだよ、融通怒ったらこっち怖いよちょっと融通が聞かないところはあるけど、でもそれでもちょっといい子だから全部じゃんけんで決めるって言い出したら終わりだから、だから最初はグーじゃなくてじゃんけんポンで決めればこっちの勝つ、いやしかもズルしよるからあいつはあこの辺の交差点じゃなかったっけ、ラキスタのこれね注意して見とかないと気づかないんですよ、だってマンホールなんだもの、これがあ、ここは春日だ、ただこんな感じでちゃんとね春日がありますから、春日はいいね、これね、この前伊藤の伊豆店に行きましたけど懐かしいね、春日はもう新刊も出ないしハンターハンターと同じで一生あれは完結しないからこっちにねラキスタがあります、ラキスタがあります、この猫がね懐かしいね、アニメでねアイキャッチで、じゃあまあまあまあ、じゃあどうすんだ、まあ、これ歩いてる人全員このラッキースター、そんなわけないだろ、そんなわけない、終わりだぞお前、10時発売で、そんなわけない、そんなわけない、絶対そんなわけない、いやもっと早く来たとてよ10時受付なんだからあれお前やったな、やりやがったな、鬼よお前結構な人だぞお前、おいやったな、鬼が余裕だお前、泣き伝わなめるなよお前、いや多分他のやつもあるからね、どんぐらいのキャパがあるのかというのと、どういうシステムのイベントなのかが分からない、全くいっぱいあるよ、異世界ミュージアムがやってる時に来たかったけどね、どっちかというとエクスプロージョンやりたかったよ私はとりあえずねこの後急いでちょっとチケットを買いに行かないと、まずはねチケットから買いましょうか、あとあるのレールガンの、これはビジュアルブックみたいなのが、やっぱサテンさんがいいね、いい子だからいかんせんサテンバットが炸裂しますから、もうねパンツ見てね、よくないと思います、インデックスの方との時系列がよく分かんなくなってくるね順番がもう急に黒子が入院してるぞってなんでこいつが入院してるんだ、これは狼と香辛料が、今分かる人いないぜ多分これ相当うまいよこれ、なんか新しいやつやるみたいな噂が異世界ものだけど別に剣とか魔法が出てくるわけじゃなくて、世界観として異世界で、何の身長こんなもんじゃない、こんくらいのイメージ、ちっこいイメージもあるけど、うん、なんか怖いな、でもこう見るこんなやつがあんな振り回してきたら相当怖い、あとね、でもね、北摩天に行きますか、あ、ここから見ると、2階から見るとすごいね。めっちゃいい。2階がライトノベルなんか、カルカースニーカー文庫には非常にお世話になってますから、この後4階に行きますから、懐かしいのがいっぱいだ。すごい。すげえ。あ、すごいな。これは嬉しい。これは嬉しいな。アホほど見てたから、ね、俺、4、5周してると思わなかった。あ、こんな感じなんや。すげえ。あ、すげえ。ラッキーチャンネルやんけ。あ、めちゃくちゃラッキーチャンネル。すごい。あ、めちゃくちゃ懐かしい。めちゃくちゃ懐かしい。おお、ここにいるの？あ、ここにいるんだ、山のすすめ。こっちに来たんだ。あれ、信じてるよ。ネバーギバッタチ、止まらないで。白石さん塗り絵は何なの？これ、いじられ方がすごいな。ゲーム化もされてたよね。俺、プレステの、なんか恋愛シミュレーションゲーム的なやつやってた気がする。さよならは別れの言葉が、はい、よろしくお願いします、バルサミコス、年越しライブやりますよ、年越しトークライブの参加メンバー CB な、伊藤 P とね千葉さんは分かっちゃう、ラグジオとかなんか特典の方で出てるからなんとなく分かるけど CB なトークメンバーどうだどうでした、よかったですね、でも初めてこ
かもしれない、あの声優さんのトークイベント、うん、トークイベント初めて行ったかもしれない、うん、だってね前の席座れる部分が30人ぐらいで、うん、後ろもそのダーッといたから70人ぐらいいたでしょ多分、ね、絶対ラッキースタの世代じゃないでしょうっていう人もいたよね、うん、1時間前から会場だからね、前の方で座るにはそんぐらいにいないともう込み込みだったからね、ただ一貫戦1時間待機はちょっとそうそう、ね、厳しい戦いだったよ永遠とあのラッキーチャンネルをつなげたやつがノイローゼになるかと思うんだ永遠と聞かされて、本編流すかもしくはラッキーチャンネルプラスあの特典の白石みのるの冒険を流してくれればいいのにラッキーチャンネルのみなの、まあ、伊藤 P がせっせとお前編集したんだぞ伊藤 P が髪型が変わってたけど分かんなかったけどずっと細いなあの人あの人ね、何15年経ってて細いその昔は赤いニット帽をかぶってたらもう線が細いからマッチ棒だって言われたことがあるあと晴れ男だからね伊藤 P は本野さんが雨女だけど伊藤 P が晴れ男だからだから今日晴れたんだよね、なるほどね、別のアニメの話をしすぎなんですよラッキースタ関係ない、あのスズメネタでスズメの戸締まり椅子が出てきてね目が描いてあって白石君は椅子になりましたっていうことこれ3時どうするんだろうね、3時の登場の仕方はこの後ネタがないんじゃないかなちょっとこの後ご飯を食べてからもう一回なんか入ろうかな、うんうん、第2回目も終わりまして、うん、どうでしたか武道館の裏側ねお話聞いたら面白かった、武道館ライブのねイベントで、そうあのクジラさんがずっと音ネタ男子の楽屋にずっといるって話が、ヨちゃんは元ランティスの斉藤さんが音楽プロデューサーの斉藤さんが出てたのがね登場で斉藤さんで気づいたのどのくらいのわからんやろ、ラジオ聞いてないとわかんないやな斉藤さんのこと、ね、ヨちゃんはラジオ聞いてたかわかんない斉藤さんラジオでもラッキーチャンネルの方には出てたかな斉藤さん、出てないんじゃない、ガレーのラジオとか日常のラジオには出てたけど、はい、よう分かったなと思って、よう分かったよ、よう分かった方よ、わしは知らんおじさんが出てきただけだからね急に割と近い距離でさ白石さんと対峙できて、ね、白石みのるとしてまず最初に斉藤さんが出てきて白石さんはもうスッと客席の方に座るっていう、あのラキータマ展自体はね、うん、2月ぐらいまでやるみたいなんでね、うん、だからファンの人は行ってもらえればね楽しめると思う、こんにちは、こんばんは、伊藤です。奥さん、これが欲しかったんだろ、どうも、中見ひろたですはい、ということでね、2日に分けてね、回ってきたわけなんですけども、はい、ラキータね、まだ人気だということが分かったんでね、めちゃくちゃ人気ですね。まだあの2月までね、ラキータマー店はやってるみたいなので、で、あの司の像があの神社のあるとこの郵便局に郵便局にねできてるみたいなんでね、うん、2月になったらなったでまた展示物も変わるみたいなんでね、うん、なんか徐々に増やすみたいなこと言ってたね、ちょっとどうなるか分かんないんです、うん、近くに住んでる人はぜひ行ってみてください、うん、でアニメ本編の方もぜひ年末年始正月に見るには最高のアニメなのでぜひ一気見してみてください、はい、ということでここまでお届けいたしましたのは私中道とようでした、それではまた次回です、バイニーバイニー。